タルゴナコーヒーって知ってますか？なんじゃそりゃ。でもさ、どうすればいいんだろうね。そう、今タルゴナコーヒーっていうのが流行ってるんですよ、密かに。流行ってんだ。若干。俺初めて聞いたけど。じゃあはいって言うな。まあ、YouTube 界でもね、女性 YouTuber の方が動画にして、若干この波がね、来てるんですよ。せっかくなら動画にしたいなって思ったんですけど、はい、なんか俺らがね、ただタルゴナコーヒー作ってみたらおかしいじゃないですか、急に。まあそうですね。じゃなくて今回は、まあ、名前だけをね、二人に覚えてもらって、その名前から発想をこう膨らましてもらって、想像だけでタルゴナコーヒーを作ってもらおうかなと、た動画でございます。はい。はい。コーヒーどういうこと？これはやばいぞ。うまくちょけてほしい、なんかもっと。というわけで今回は想像だけでタルゴナコーヒーを作っていこうと思います。やっていきましょう。はい、僕のイメージとして冒頭で言ったんですけど、タルゴナっていう言葉がね、地名だと思ったんですよ、最初。まあなんか東南アジアとか、俺はそこら辺だと思ったんですよ。フィリピンとか。まあそれっぽいものを持ってきました、今回。レモン汁。そしてもう一つ。シナモン。この二つをコーヒーの中に入れればもうそれはタルゴナコーヒーなんじゃねえかっていう安直な考えでやっていきたいと思います。これ使っていいのかな。ちょっと待って、聞いてくれ。ちょっと待って、髪切りました。まあ、とりあえずコーヒーを、まあ、噛んで作っていきたいと思います。いや、コーヒー作れないのはやばいよ。コーヒーうちバリスタなんだよね。めっちゃ後ろんな。何これ本当に。こういうさ、あのヨーグルトのあそこみたいな部分がないんだって。穴開けんじゃん。え、こう、うん、何も書いてないの。いや、もういいや、こっからで。あー、ぽい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 、コーヒーぽい。こ、いやでもな、タルゴナコーヒーとかなんかそういう変わったコーヒーだから、その地域のなんていうの、習慣じゃなくて、なんていうんだろう。入れます。こんなもんでいいかな。いや、待った、レモン汁ってどうなんだろう。シナモンもうこの蓋開けちゃっていいかな。でもちょっと多めだと思うから。はい、こんなもんかな。あー、くさ。でもまあ、なんかタルゴナコーヒーって臭いイメージだから、ちょっとつまんないんじゃない。なんか入れるか、じゃあ。あ、ラー油始まっちゃった。気持ちね。一番の肝足すじゃん。そんなエッセンス的な、バニラエッセンス的な、足します。僕のタルゴナコーヒー完成です。チームです。タルゴナって聞いてブラジルだと思ったんですよね。ブラジルの、まあ、豆で、まあ、これで、まあ、ブラジルのコーヒーが作れるんですけど、まあ、さらにね、まあ、流行ってるってことはやっぱりそのサンバというかその、まあ、陽気なコーヒーなのかなと思いまして、ブラジルといえば、まあ、やっぱりちょっと辛い食べ物がね、ちょっと多いんですよ、このハバネロね。そして最後、あのなんかこのブラジルっぽいペッパーミックスを買ってきました。この3つをぶち込んでタルゴナコーヒーを作ろうと思います。今回このインスタントコーヒーを使っていくんですけれども、これ使いたいんで直でいきます。まあ、ちょっと多めでいこうかな、ちょっと今回は。うん、いきます。まあ大体ね、まあ、ちょっと辛め、まあ、パエリアをイメージ。ポン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 、見えるかな、これ見える、これ。ではですね、仕上げのペッパーミックスを入れていきましょう。まあ、こういうやつですね、ペッパーミックス。これをまあ豪快に、じゃあこのね、中にお湯をぶち込んでいきます。ゴー。おー、ちょっと待ってください。お、まあ、すごい色してんね、なんか。ではこれで完成でーす。できました。ちょっと発表の方を、まあ、まずモッチのから見ようかな。はい、僕が作ったタルゴナコーヒーはこちらです。おー、え、なんかラー油みたいな浮いてるんですけど。ラー油浮いてるな。え、おい、ラー油浮いてんな。いやね、これはね、訳があるわ。レイに乗せられたんだ、俺は。いや、乗せてない。乗せられたんだ。え、これラー油じゃ。ラー油なんだ。ラー油なのか。いやでもちょっと待ってくれ、俺は乗せられたんだ。俺は本来入れるつもりはなかった。じゃあふざけてるじゃん。なんか面白くなくねって言ってきたんや。じゃあ本気で当てに行きました、これ。じゃあだけどラー油で作る。ラー油一回省いて考えた方がいいよね。そうそうそう、お願いします。ちょっと飲んでみますね、俺。
何、ね、苦いコーヒーが強すぎる。そんななる。何がコーヒーだよ。うわぁ強烈マジコーヒー東南アジア味あるわ。あるマジで。なんかラー油かかもしんないけど、うん、ラー油のおかげで東南アジア味ある。ラー油のおかげかよ。まずいんだけど、うん、これをたしなんでる地域はありそう。おぉうわそうだわ、めっちゃ感じる。なんか飲んだその辺の、いや違う、匂い。その辺な感じするでしょ、ちょっとマジでする、本当にする。いやでも本当にその辺に近づけました限りなく、僕はイメージすごいわ。はい、じゃあ次の背のやつお願いします。あいよ、僕のタルゴのコーヒーはこちらですと。おーい、マネ拭いとる。黒引けや。引けなかったんだよ。黒いな。その僕はブラジルかなと思ったんですよ。あー確かに怖い。これもこのブラジルコーヒー豆なんです。おお、それでちょっと作りました。なるほど、コーヒー豆ってそのまま食べれるの。バカじゃないの。あーでもなんかペッパー味はあるわ。お前らこれ流行ってると思ったんか本当に。違います。違うんかい。俺今作ってきたんで持ってきます。はい、はい、はい、というわけで正解を作っていこうと思います。まずですね、このインスタントコーヒーを、まあ、大さじ1、これを使うんですね。グラニュー糖ずっとあったと思うんですけど、まあ、大さじ1で、お湯を使います。お湯も大さじ1、これで混ぜます。で、これを泡立てます。脱ぐわ。あ、でもほら早くも若干泡立ってきてる。お、いい感じですね。そしたらこれは一回置いておきます。で、このコップに牛乳を入れます。このぐらいですね。で、この牛乳の上にさっき作ったタルゴナを乗せます。若干ちょっと形あれですけど、タルゴナコーヒー完成です。正解はこれです。何これ。きしょ、スタバじゃん。あ、でもそっか、そういう系か。まず下は牛乳です。牛乳か。牛乳で、この上がタルゴナコーヒーと呼ばれる部分です。牛乳やん。これを混ぜます。はい、うまいかもしれんよね。じゃあいただきます。はい、うん、美味しい。いや、美味しい。めっちゃうまいぞ。うまい。いや、めっちゃ飲みたい。これは美味しい。ちな、マジで。あ、なんか絡める。これ飲んだ後にこれ飲む。いや、絶対嫌だ。それはちょっと飲んでほしい、普通に。うん。辛い。びっくりする。首。あー、辛い。はい。あ、うまっ。